も今回の通販買ってみたこんな機材ですね。これね、スマホホルダーの運転用です。こんな感じでつけるみたいなんですけども、さあどんなものになってるでしょうか。あ、なんかね、生で入ってますよ、箱の中に。乱暴に返品商品じゃないかこれは。うん、まあ一応開けると入ってるものはこんなんですね。これ何に使うんですかこれ。で、こういう風なものが入っていて、なんでしょうかね。まあ粗末に入ってました。で、まあこれが手に入ればいいんですけどね。これをね、ダッシュボードにこうつけるんですよ、こうガチャッと。そしてここを立ち上げて、あ、作りはボロいですね。で、ここにスマホをはめるって感じですよね。スマホはですね、こうやって角度がつけられるのと、スマホ自体がどこにあるの、こういう風にはめることによって、ドライブ動画が撮影できますね、これでね。これやりたかったんですよ。この画面を確認しながらドライブ動画撮影ね。で、上のね、なんかこう、あれ、サンバイザーにつけることもできそうですね。ただ上につけるとサンバイザー重さでこう落ちてきそうですけどもね。はい。まあ、こういったものが、ありますんで、またね、やりやすくなるんじゃないかなと。ドライブ動画撮影で、やっぱこう、ほとんど手放しで稼げますんでね。うん、やってみようかと思います。これなかなかいいでしょ。これスマホホルダーガチッと硬くで、ほとんどの車に装着可能ということでございます。これね、この硬いやつでつけますからね、取れないと思います。